こんにちは、リョークバーバです。今回は、このカゴにつけるお花をね、こんな感じで編んだんですけど、このお花をね、編もうかなと思います。これはレース糸の30番で編んでるんですけども、意外に20番はね、100均なんかでよく買われるんですけど、買い求めやすいですよね。で、20番の糸で編んでもいいんですけど、若干ちょっと大きくなりますよね。だから、途中の長ごめんなさい、長編みの部分を中長にしてもいいと思いますね。今からこのお花を編んでいこうかなと思います。まず指に2回巻いて、針を入れて引き抜いて、もう一回かけて引き抜きますよね。この状態から輪の中に細編みを5回します。1、2、3、4、5、5回したら糸端を引っ張って、反応した糸を引っ張って縮めますね。で、最後また糸端を引っ張ります。最初の細編みに針を入れて引き抜きますね。で、今から花びらを編んでいきます。鎖編みを2目2回かけて、根元同じところに、根元に長編みをします。1回2回します。長編みを2回で、また鎖編みを2目そしたら隣の目に引き抜きます。これで1つの花びらができました。これをね、あと4回繰り返します。鎖編み2目、同じところに長編みを2回。次に、で、隣に引き抜きますね。編みを2回隣に引き抜きます。あと1個ですね。鎖編みを2回長編みを2回鎖編みを2回そしたら隣のここの最初の立ち上がりのとこですね、引き抜きます。こんな感じでお花を編みました。そしたら糸始末をしますね。ところの花びらの根元に今カットした糸ですね、
こんな感じで花びらが 花ですね、お花ができました。そしたら、中の黄色いとこですね、黄色いとこは、同じ30番の冷水筒なんですけど、針に冷水筒を通して二重にしてね、二重にしてします。足は玉結びして使いますね。そしたら最初の編み始めの輪のとこですね、その外側の、隙間のところに針を入れたらすっぽ抜ける時があるので、ちょうど編み目のところですね、隙間じゃないところに針を出して、こんな感じで針を出して玉留めをするみたいに3回巻きます。3回巻いて糸をこう引っ張ったらこんな感じになりますよね。玉結びの3回巻いた玉結びですね。で、あとはまたこの輪っかの外側のところに針を入れて、後ろの方でまた結んで終わります。お花がちっちゃいから、中のね、最初編み始めるときに黄色で編み始めてもいいんですけど、こっちの方がちょっと可愛くぷくっとね盛り上がった感じで可愛いかなと思って、今回はねこのやり方で中の花の芯をね作りました。この花はね、もうボンドで裏にボンドをつけて貼ろうかなと思います、このカゴにね。で、こんな感じで今回はね、お花をね作りました。で、前回の動画で葉っぱを作って、今回でお花を作りましたよね。あとイチゴなんですけども、イチゴをこんな感じでね、ちょっとピンクの薄いのと濃いのとでちょっと作ってみたんですけど、薄いのは冷水筒の30番で、濃い方はコットン糸の、そうですね、大体30番ぐらいと思ってたんですけど、編み上がったらちょっと、30番の冷水筒よりもちょっと大きく仕上がったんですよね。だから20番ぐらいの冷水筒になるのかなと思って、色をねちょっとピンクでも濃いのも作りたかったので、同じね30番の冷水筒のピンクの濃いのが少しあまり濃いのしかなかったので、これよりもちょっと濃いピンクがね欲しかったので、もう糸は冷水筒じゃないんですけど、こんな感じでコットン糸で編みました。このいちごの編み方は、最近ですね、このいちごうさぎを作りましたよね。その時のこの体の部分のいちごの編み方です。これはピッコロ、浜中さんのピッコロの冬糸、ニットで編んでるので大きいんですけど、同じ目数で冷水糸とちょっとコットン糸で編んだらね、こんな感じで同じ編み方でもこんな感じで違うので、ちっちゃい糸で、ちっちゃいものをね、編む時は冷水糸の細いので、編まれるといいと思います。
だからこのうさぎの編み方は、概要欄に貼り付けとくので、そちらの方をね見ていただくといいかなと思います。である程度こうパーツをね編んだので、次回は、その後の作業をしようかなと思います。今回は、いちごにつけるねお花を編んでみました。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。